これ多分男性にはできない感じかなってちょっと、うんうん、制裁と目かけのバトル的な視点で行くの方が楽しくて好きよ。私もそう考えるとゴンスケ提灯って本当すごいな、ね、ゴンスケ提灯所有しているの。落語江戸文化文筆家の桜庭由紀子です。落語大好きシンガーソングライター桃山月香です。寄せチャンネル、おしゃれな話ということで、今回はですねなんと、男女の色恋沙汰という あのなかなかディープな、はい、テーマですね。もうみんなが聞きたいかもしれない色恋沙汰ですよ、はいね、落語にはまあいろいろ色恋沙汰ってねやっぱりね多いです。みんなが好きな話ですからね、うんうんうん、で特にまあ多いのが、まあ今でいうところのねまあ不倫というやつですか。そうですね文化なんでしょうか、うん、文化ねねあの方ねすごいすごい言葉を生み出してましたね。墓石に掘られそうですよね、ここにね不倫は文化みたいここにね墓石に掘られそうなね、まあ、名言を残してますけれども、まあ、でも不倫ではないんですねこの話は。そうそう不倫ではない、落語に出てくるのは不倫ではないんですよ、まあ、不倫もあるっちゃうけれどもまあね、まあ、多いのは、まあ、おめかけさんのね、はい、お話おめかけさんのお話ですね。あとは、まあ、まあ男を作ったとかね、うんまあ、そういう感じであの女の人も、まあ、あの自由で元気だったなという、うんまあね、江戸後期にもなると女性も強くなりまして、はい、何だったっけな、なんかどっかにあの書いてあったんですね、あ政治見聞録かっていうところには町の女性たちが結構あの間男を作って、はいうん、嘆かわしいみたいなことを書いてるんでまあ昔からそうだったんですよ。私たちは違いますまあ面白いなっていうところでね、うん、あの人の話は面白いっていうところで、そうです人の話です。で今日はどんな人の話なんですか。でどんな人の話かっていうとですね、うん、あのこれなかなかあのなんていうんですか解釈というかね、あとやるあのこうかける人のね、うん、かけるあの話し家さんの解釈にもいろいろよるんじゃないかというところでゴンスケ提灯という話がございましてですね、好きって言いづらいけど好きねえ、はい、あのだから男性と女性がやるんだとやっぱり解釈も違うんじゃないかなと思いますよね。あそうですね、うん、ゴンスケ提灯ね、はいじゃあちょっと私が解説をですね、すっごい寒くて雪が降ってます、うん、夜ちょっとお前さんって言って、うん、あの子のとこ行ってあげなさいよ。あの子のところ、いやちょっと分かってるでしょしらじらしい、あの子のところですよあーまあでもこんなに雪降ってるし寒いし今日はちょっといいかな、いやこんな日だからこそ心細く待ってるだろうから行ってあげなさいよって言うの、お前がそんなに言うなら行ってもいいですけど、まあ、全然本意じゃないですよっていう感じでゴンスケって言って提灯に火をつけさせて、うん、お供に行って、うん、山をこう行くんですよね、うんうんうん、でトン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 ってやって、うちのが行ってこいって言ってくれたから今日は見に来てあげたぞ。いやそんな嬉しいんですけど申し訳ないです、それでありがとうって言っちゃったら女が廃るってもんじゃないですか、もう帰ってくださいって言ってせっかく来たのにじゃあ行くぞって言って火をまた灯してね、ゴンスケがね来てトン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 って言って、お何帰ってきてんの行けって言ったでしょ、いやまあそうなんだけども、いや必要ないって言うから帰ってきました、それで行かせて帰ってこさせられたこっちの身になってみろ恥ずかしい、ちょっともう帰ってこないで言ってどん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 、いやなんかもう来ないでください、本当に大丈夫なのでいいです、奥様に悪いので何帰ってきたの、もう悪いんでで会っててゴンスケがもうなんかまた行くんですか、また行くんですかって振り回されて俺だってこんな気持ちになりたくないよって言って最終的に夜が明けちゃったんで提灯必要なくなっちゃったっていう話です、話ですそうそうそうね、まあ、やりようによってはね、そのゴンスケに視点を伸ばすか、それとも、制裁か目かけの、うんバトルに視点を、寄せるかによってまた演じ方も変わるという、どういうのが好きですか、ね、
まあ、ぶっちゃけた話、私はあの制裁と妾のバトル的な視点でいくの方が楽しくて好きよ。私もです。でもねこれなんか噺家さんのこういう女の子が好き像をお妾さんに投影してるような気がするから。可愛い感じのね。そう、うん、なんかあ若くてキャピャキャピしてる子が好きなのか な、この方はとか、なんかちょっとなんかこう涼しげな感じの方が好きなのかなとか、うん、あそこにこう好みが現れるというタイプをね読んじゃう。そうなんだね、推しの噺家さんがいる女性ファン覚えておいた方がいいです。そうですね。そうか、そこに好みがね、はい、出るかもしれない。こう制裁のね演じ方もね、うん、こううまくね、ほらって可愛いあの子ね、あらって可愛いことおっしゃるじゃありませんかって、でもねってこうね、うん、来るね、まあ、本心なのかどうなのかみたいな、はいはいはい、ところがね、読めないのよ。あらまあ、あの子そんなことおっしゃいましたのって、まあ可愛いじゃありませんか、でもねあなたって制裁には制裁のって言って、うん、それでってあの子にねって、あのこれからって言ってあげないとって言って、私の立場もありますからと、こんこんとね、こんこんという、あの長家老桃花さんがねこの間真打ちになりました、うんうんうん、まあ、桃花師匠がやってたゴンスケ提灯がすごく分かりやすかったですね、はい、あの制裁の立場と目掛けの立場のあのバチバチ感がなかなかあの分かりやすいというか、どんな風に分かりやすいんですか、うん、話自体もだって分かりやすいじゃないですか。あれをねなんかどうもね殿方がね、うん、見るとね、その制裁と妾のバトルっていうところまでどうもね分かんないらしいんですよ。なんで、うちのがバカなのかな。うちの人はね、あのいやあれはその制裁と妾のバトルではなくって、その何二人の女の間でこう右往左往するこう旦那のおかしさがあるみたいな、だからやっぱ男性視点なんだよね、うん、でも女性視点だとやっぱり制裁と妾のバトルに行くじゃん。ちょっと楽松さん説教だなこれは。うん、だからこうやっぱり桃花さんがやるのはきっと女性視点なのかなって、うん、思いましたね。なるほど。でこうやっぱりで桃花さんがやるから、こう何おめかけさんの方も可愛いんだけどしっかりしてるというか、うんうん、でもねってめかけにはめかけの立場があるんですって言って、可愛いところを見せながらもシャキンと、うん、プライドがあるんだこっちはみたいな感じの、うん、こう可愛らしいんだけれども、こうあやっぱり 大棚の旦那の目掛けになるぐらいはあんのかなみたいな。そうですよ ね、 いうところがね、そこらの若者女ではないですからね。そうそうそう、だからそこがこうあうまいなっていう感じ、どっちもこうなんていうのかな、こう、うん、どっちもこうちゃんとした、うんうん、こう女性像を見せてるという感じがあって、わりかし好きでしたね。へえ、うん、これ多分男性にはできない感じかなってちょっと、うんうん、思いましたね。男性がやるとほら目掛けさんの方がなんかただのバカ女みたいになっちゃう、うん、ところがあるじゃない。いやまあうんとは言えないですけど。ね、まあ、ただの可愛いとかキャピキャピみたいな、でこう旦那の方もねおめかさけさんの方にぐんぐんデレみたいな。いやというか確かに男性目線になると、うん、奥さんとおめかけさんとやっぱり2人女の子をこうカードとして持ってられるっていう、うん、ちょっとなんかこうウキウキ感とかが出ちゃうのかもしれないです ね、 でも女の立場だと、うん、こっちに来るのか、うん、あっちに行っちゃうのか、行ってほしくないけど行きなさいっていう強さを見せたいっていうのが伝わんないってことですよね多分。そうね、でもこれがね、例えばまあ、ね、お若い方だとまあそうなるかもしれないけど、まあ、ある程度年になってくるともう目かけにね、こうやって制裁が言って目かけのとこにホイホイ食いた旦那だったらお前もう帰ってくんなよぐらいに思う、もう帰ってくるのお前って、もう店のことは私がやるからっていいいいそっちで遊んでなっていう感じにはなっちゃうかもしれないな。うん、これあの旦那さんをおめかけさんのところに行かせるっていう牽制球ですよね、うん、そうなんだろうね、あのこの話自体は多分そうだと思う、うん、まあ行くのかお前ほーらっていう、うん、感じのところはあるよね、うんうん、
まあ、本当に行くのかいっつって、うん、あら戻ってこなかったねね、ふーんって、いやいやいや、女っぽいな感じのところとかね、はい、おめかけさんの方はおめかけさんの方でね、うん、こういう風に言って、あ、私のところに留まってくれた、ふふんみたいな感じになるのかしらね、どうなんだろうね。はあ、これって何が正解だったんですか、ね、何が正解なんだろうね。でもこれ何が正解なんだろう。あのルートが一番正解な気がする。もうどっちにも行って、まあ、朝になっちゃって、朝になっちゃうが選ばないっていうのが結局正解な気がしますね。そうね、奉公人からしてみたら、奉公人からしてみたら、こうなんだ、妾の家には何かこう、うん、まあ、こう何店の若い衆にちょっと行かせて、んでもって自分は店にいるっていうのがまあ正しいとは思うんだよね。うん、だってね、妾の家に行って、このクソ大事な時に妾の家に行って、なんか枕並べて寝てんのかよって、うん、なっちゃうので、うん、対外的には多分、まあ、家にいる方が正しいんでしょう。で、妾のところに、まあ、若い衆なりなんなり行かせて様子を見て、はいはい、じゃあ一発目でお家を出なきゃよかったんだそうね、こんなに大事な日に外出られるわけないだろって拒否するべきだったんだ。で、お前がそんなに心配だったら、まあ、じゃあ若い衆ちょっと様子を見に行かせようかって言って、うん、でそうして、そうするとまあ制裁の方も、うん、じゃあちょっとね、私も心配だから、じゃあ、まあ、近いうちにね、家にまた呼んでくださいよ、あの子をっていう、うん、スルッと出てくるじゃんね、うんうん、そうじゃなかったら、ね、まあ、じゃあ、まあ、じゃあこちらから伺おうかしらとかね、いうこともできんじゃんそれで表面上仲いいまんま言いられんじゃん。そうですね、揉めないようにね、皆さんが気持ちよくねね、この奥さんはね、妾、お妾さん一応公認だっていうことだけれどもね、うん、まあ、公認してない、黙って妾を作る旦那さんも多かったみたいでね、うん、うん、まあ、ゴンスケ提灯なんかだから、まあ、珍しい話の方って話の方だよね。 あそうなんですね、うん、結構公認が多いと思ってました。あ、実際は公認が多分多いんだと思うんですよ、はい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 、で、なんか 明治の初期あたりのまあ、法律だと、うん、その奥さんが、公認してることがまあ条件みたいなところはあって、うんうん、なので、妾は一応公認だったんだけれども、落語の中に出てくる話だと、わりかしまあ、私に黙ってどうも女を囲ってるようなみたいなね、臨機の駒とかね、そういう話はまあありますね。探偵がね働くんですよねあと、まあ、なんだ、反対にこう女の人がね、ま、男を作るというやつで、紙入れちゃいますよね。大好きです私も紙入れは好きかな。大好きだな。紙入れ、紙入れで一本できます。紙入れで一本できます紙入れ、あれはね、あれは、まあ、立場が逆転みたいに見えますよね。逆転みたいな感じで、まあ、ね、本当は旦那が知ってるのか知らなかったんだから、いやそれもな、どっちなんだろうな怖い。あれはね、こう、まあ、お棚の、奥さんが、まあ、若い男をね、貸し本屋の、若い男を引き入れて、でもって、さあって言った時に旦那が帰ってきちゃうと、おいで逃がすと、そしたら紙入れ忘れてっちゃうと、うん、おいで、まあ、若い男の方が紙入れ忘れちゃったからどうしようって言って旦那に探りを入れに、あれもすごいよね、探りを入れに来るね。すごいですよね、ずぶとそう、ずぶといんですよ。で探りを入れに来て、そしたら、まあ、女房の方が来て、まあって、そんなことねって、そんな奥さん、そんなね、ヘマはしませんよと、ちゃんとここに隠してますよなんて言って一家シャーシャーと言って、ね、でもってどんな顔してるのかなって言ったら、まあ、まあ、わかんねえだろうという、まあ、お話で、なかなか男性にしてみたら身につまされる話かもしれない、うん、知らぬは亭主ばかりなるというお話なんだけれどもね、まあ、紙入れっていう話もあって、うんうん、これね、これも多分演者さんによって違うんでしょうけれども、まあ、今だったらね、未遂で終わってるじゃないですか、未遂で終わってるじゃないですか、うんうん、紙入れはね、紙入れ、ね、はいはい、これの元ネタの方はですね、未遂じゃなかったらしいですね。え、事後？はい事後で、
で、まあ事故でいろいろお片付けをしている時に旦那が帰ってきたそうですね。うん、元ネタは。でも、それ事故である必要があるのかないのかっていうのはちょっと難しいですね。そっちの方がリアルなのか。そっちの方がリアルだったんでしょう。未遂よりも、うん、だって未遂だったら未遂だから言い逃れができるじゃないですか。でも事故だったら言い逃れができないじゃんみたいな。一線超えてるか問題だ。そう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 。なるほど。そうだからそこでやっぱ緊張感が違うんじゃないですかね。紙入れ忘れた忘れないの見られる見られないの、うん、うん。ね、事故だったらだって殺されるかもしれないわけでしょ。うん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 、うん、一応江戸時代もそうですね、うん、一応死罪だったり切られます。そう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 、切られちゃりするわけだからね。まあ、大体後期になってくるとお金で慰謝料で、はい、ちゃんちゃんになるわけなんですけれども、うん、うわそう考えるとゴンスケ提灯ってほんとすごいな。ねゴンスケ提灯、うん、分かってて送るんですもんねいやなんかそう思うとゴンスケ提灯の女たちは確かにそう、その通りなの。すごいすごい、お二人ともこうなかなかね強い女性で、うん、そこをこうね女性の話し家が演じるとなるとまた一層より一層こうリアリティというか生まれるわけなんですよ、うんうん、でその話を聞いてねなかなかこうねギクギクっとするね、方もいらっしゃるかもしれないですね。皆さんは大丈夫でしょうか大丈夫でしょうか大丈夫でしょうか。というわけでね、これ以上深い話をするとね、またかなかなか R18 になるかもしれないけどね、じゃあこの辺ということのところで、はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。ありがとうございましたお気をつけて皆さん爽やかに過ごしましょうまた明日。日本唯一の落語寄せ専門チャンネル、寄せチャンネル。さあ旦那語れ。バカ、おいしいございますな。切れなかったんだよ。人気実力ともトップクラスの話し家や、それもしまな、新進気鋭の若手話し家、さらに寄席を盛り上げるお笑い芸人が登場。お笑い番組を毎日放送、寄席チャンネルをお楽しみに。